第4階級、ジュゼッペ・ペリッツァダ・ボルペードは、イタリアの画家である。デモ行進する労働者を描いた、第4階級が代表作である。ピエモンテ州、アレッサンドリア県のボルペードの裕福な農家に生まれた。カステルヌ・オーボ・スクリービアの工業学校で製図を学んだ。ミラノのブレラ美術学校で、ジュゼッペ・ベルディーニに学び、プリチェ・リア、サン・キリコにも学んだ。 1885年の美術学校の展覧会に初めて出展した。ミラノの美術学校を卒業した後、ローマに移り、アカデミア・ディ・サン、ルカの美術学校や、在ローマ・フランスアカデミーの参加自由の絵画学校で学んだが、ローマには満足できず、フィレンツェに移り、フィレンツェの美術学校で、序盤にン通りに学んだ。フィレンツェでの修行を終えて、ボルペドに戻るが、 まだ修行が不足していると感じたペリッツァは、ベルガモの美術学校に学び、チェーザレ・タローネにも学んだ。ジェノアのブレラ美術学校でも学んだ。ボルペードに戻り、1892年に地元の娘と結婚した。この頃から作品にダ・ボルペイドをつけて署名するようになった。この頃は、ジョバンニ・セガンティーニらの影響を受けたスタイルの作品を描いた。 1898年のトリノのイタリア総合美術展に参加し、1900年にはパリの展覧会に出展した。代表作の第4階級は1901年に完成し、翌年のトリノクアドレンナーレに出展されたが、当時は高い評価は得られずペリッツァを失望させた。その後評価が高まり、ローマなどで活動したが、1907年に妻が、 突然死したことで、うつ病になり、40歳で自殺した。ありがとうございます。